않습니까? 守備はどうだね。はっきりご報告できるようなことはまだ。ヒントくらいつかんのかね。教師を挑発できる生徒がどれほどいる。目星ならすでに。ただ確証が得られておらず。鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね。校長、それを聞いて何になる。私は正しいことに協力しているんですよね。焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって、生徒会長としては痛恨の極みだろう。全ての生徒たちに安心できる学園生活を提供すること、それが今我々が取り組むべき事案なのだよ。だから心の回答を探すんですか。実在するかもわからないのになぜそこまで。まだらめの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そうですね。そういうことだ。余計な詮索はやめてさ。まだらめの会見見た？皆様にお詫びを。ってあれだろ。マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。なものいるわけねえだろ。けど偶然にしてはできすぎてんだよな。よし、どう、次の大物って見つかった？なもん、昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ、やべ、社会科見学。サボりて。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。俺の場合、急に真面目くんになる方が目立たねえ。へりくつこねてないで行け。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。本当に何も起きなきゃいいが。
いいか？
じゃあ、どうぞ。もしもし、あ？よし。お大事に。おう、帰ったか。今暇か？よし。ありがとうね。